12月24日に。おお。それで、その記事を今日はですね、解説しようと思うんですけどね。これすごい、僕全然知らなかったけどね、結局 EU とね、FTA をやったんですね。はい。フリートレードアグリーメントをね。はいだから例えば、イギリスが日本とやって1月発行しますよね。で、今、イギリスはオーストラリアとやろうとして、もうじき発行しますよね。それと同じことをですね、EU とやったんですよ。で、結果としてはね、僕、全然これ関心持ってなかったんだけど、はい。はい。結果としてはね、ボリス・ジョンソンは、まあ、大満足じゃないですかね。結局、ノータックスとか、ノークオーター、クオーターっていうのは数量割り当てね。ノータックス、ノークオーターで成立したんですよ。で、今、漁業権はね、まあ、25%減らすことにで合意したんですね。で、何年か、6年ぐらいかな、継続しようという話なんですよ。はい。だから、フランスにしても、オランダにしても、イギリスは漁業が充実してるんでね、彼らにとっては、ヨーロッパの人にとっては、まあ、そういう25%減らすっていうのはハッピーなんですね。で、僕はね、その25%減らすって記事、この中に出てきますけど、見たときにね、変だなと思ったのはね、どうやってメジャーするんですかって、できっこないですよね、そんなのね。船がいっぱい来てさ、魚取って、それを25%減らすってどうやってやるのかって、僕は、まあ、要するに何て言うかな、ザルみたいな考えです。要するに、ジョンソンが狙ったのは、EU 離脱しても、フリートレードアグリーメントでできたら、もうそれでいいっていうのは彼の多分目標だったんでしょうな。で、あと残ったのは、漁業権と、それから北アイルランドね。北アイルランドの問題があってさ、北アイルランドに、アイルランドと北アイルランドがイギリス領で、で、北アイルランドの国境を設けるってさ、できないっていうんで、その北アイルランドのものは結局、アイルランドと同じようにね、カスタムユニオンというか、関税同盟とか、シングルマーケット、単一市場を、北アイルランドにも適用するってことに合意したんですよ。で、北アイルランドとイギリスの関係どうなのかっていうと、これちょっと英語のよく分からなかった。多分ね、北アイルランドが、アイルランドとリファレンダムっていうか、国民投票をそのうちやるだろうと。で、それまで多分今のまんまそっとしとこうね、みたいな感じだったんですよね、書いてあるのは。いや、僕はそうだと思うんですよ。結局、いや、リファレンダムやって北アイルランドはやっぱりイギリスだってなったらば、イギリスか、北アイルランドがイギリスに入ってくる。まあ実際僕は税金でもノータックス、ノークオーターだから、あんまり関係ないんじゃないかなっていう、シングルマーケットと。まあいろいろ制約あるんだろうけど、ただ彼らがね、作ったレポートって2000ページあるんですよ。だから細かい規則とかルールを書いてるんでしょうね、きっと。大枠としては、課税しないとか、引き当てる数量も設けないとか、まあ、漁業なんかはそういう25%減らすって書いてありますけど、まあ、そういうふうな感じで合意したんでしょうな。で、だから、あとさ、例えば、それはグッドって物なんですよね。でも、イギリスのほとんどがさ、金融市場でじゃないですか。ファイナンシャルサービスとか。そういう部分はまだね、合意に至ってか、詳しいことはまだやってないんですよね。とりあえず、例えば、この間のケントっていうね、イギリスとフランスの国境にあるそのトンネルのとこですけども、トラックがものすごくコロナのせいでっていうけど、実際には今回のブレグジットの関係かもしれないけど、ものすごくトラックをクリスマス止めちゃったですよね。それについては、だから結局そういうことがあったんで、まあ、ノータックスで通してあげようみたいなことを取り決めたわけですよね。だから、細かく言ったらいろいろ制約出てくるのかもしれないけど、基本的には今、例えばアメリカとの FTA とか、これから結ぼうとしてるね。で、日本とはもう結
結んでもう発行してるのかもしれませんけど、1月から発行するとか言ってたから、そういう形でヨーロッパもそういうふうにしようってイギリスは思ってたんですよね。その通り言ったわけですよ。だから一体何が EU なのかっていうのはね、ちょっとねこの記事読んでええと思ったんですけど、 EU ってやっぱりいらないよなみたいな印象を持ったんですね。はい。でなぜそんな思うかっていうと、 EU ってヨーロッパ議会ってものすごい人数いるんですよ。でお金すごい払って、はい。だからそれは多分ね、イギリスがこうやって眉毛抜けちゃってノータックスノークォーターでやっちゃったらね、他の27カ国が今メンバーだけど抜けてくんじゃないですかね、バラバラと。要するに税金払って何のメリットがあるんだみたいな、 FTA でいいじゃないかと、はいはい、はい、いう形になって、僕はこの EU、 多分ね EU が失敗したのは、EU 議会が重たいのができちゃったんですよね。前僕記事で読んだんですけど、 EU 議会が結構ねいろんな規則を作りすぎちゃって、ある意味ではがんじがらめにしてるんですね。見ましたね、なんかタオルのレギュレーション、ああそう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 、うん、もう暇だからね。であと EU の職員ってヨーロッパの平均より給料高いんですよね、ブラッセル。だからそれで結局ね、まあいわゆるその組織化するっていうことは、まあ、IMF とか世界銀行はね成功してますけど、WTO みたいに何もできなくなっちゃうみたいになってくるんじゃないですかね。だから今回の例えば、僕このとこIT 企業ね、ガーファとかバットいろいろ読んでますけど、はい、あれもさ、規制するために組織を作ろうっていうには、その要するにその、はい、データのね管理をする、はい、彼らは要するにいろんな悪いことをするわけですよ。競合が参入できないようにしたりですね、会社買収したりするわけですよね、Facebook とか、はい、Amazon が。でそれをやっぱり規制するための組織が必要だって意見があるんですけども、それでまた組織作っちゃうと WTO みたいになっちゃうってことを懸念する人が多いんですね。 EU も結局そうなっちゃったんじゃないですかね、というふうな気がします。ですから今日の話まとめると、まあそういうことですね。で中に入ってきますけど、ブリテン&ディヨーロッパ、画面ね、あすいません、画面ね、